今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、12月のどんどん日が経っていくなという、そんな気がいたします。2020年も残すところ、残り1ヶ月足らずです。皆様は本当に信じられないなっていう、そんな気持ちの方多いのではないでしょうか。さて今回は、三条通りの将来像を考える、通りから考えるまちづくり、そんなテーマでお届けいたします。さあ、三条通りといえばこの方です。今日の三条まちづくり協議会事務局長でいらっしゃる西村雄一さんにお話を伺います。西村さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。はい、ここのところお天気がいい日が続いてまして、はい、空が多いですね。そうですね、綺麗ですよね。本当ですね、ただ雨降らなくて大丈夫なのかなとか鴨川の水どれぐらい、最近見てないけど、ね、どれぐらいかなとか、最近はこうね、雨が固まって降ったりしますんで ね、 怖いですよね。まんべんなく降ってくれればいいんですけどもね。こう程よい、こう日本ってやっぱり四季があって、梅雨があって、夏が来るな、秋が来るな、冬が来るなっていう、それがなかなか、やっぱり地球温暖化の影響とかがあるんでしょうかね。本当ですね、はい、やっぱり世界中が力を合わせて、その温暖化、はい、物質の削減の方向に向かうということが大切かもしれません。そうですよね、はい、さあ、このラジオカフェも、はい、面しております三条通りなんですけれども、はい、西村雄一さんは今日の三条まちづくり協議会の事務局長として、はいはい、もう長らくこのお仕事、そうですね、平成25年かな、25年、ということはもう7、8年ぐらいですかね。そうですか、はいはい、ご本業が、はい、西村吉祥堂という、はい、お店で、塗り物屋ですね、漆器屋、はい、漆器を中心とした工芸品の販売をしてますね、はいはい、もう本当にお仕事ももちろんなんですが、本当に事務局長としてこう日々ほとんどそのことにこう時間を費やしておられるのではないかなっていうふうに拝見してるんですけど、皆さんのやっぱりもちろんうちの会長、森本会長がしっかりした方ですし、はい、あとは外部からね、京都府の建築士会の皆さんにも協力いただいたり、それから今京都文化博物館さんと一緒になって共同事業っていう、こと形で、活動もさせていただいてますので、やっぱりそういろんな見方が三条通りにはあるので、本当ですね、やっぱり三条通りってすごいっていう、やっぱり皆さんがそうやっていろいろ手を貸したり、ね、知恵を出し合ったりしたくなる通り、っていう気がしますね。ありがとうございます、はい、さあ、この2020年なんですけれども、はい、もう終わろうとしておりますが、はい、本当に2月3月ぐらいから、そのコロナということを意識しだして、コロナ禍とい、ね、言われるほぼ1年でしたけれども、はい、三条通りといえば本当に土日になると、はい、観光客の、日本人はもちろんのこと、はいはい、ここ何年かは外国の方たくさん来られてましたよね。そうですね、京都全体がそうだったんでしょうけども、はい、インバウンドの方含めて、すごい、土曜日日曜日それから祝祭日になるとかなりの人出が三条通りを歩いていただいていて、はい、そういった中でね、古い近代洋風建築があったりするので、そういったものを見て歩いたりショッピングをしたりっていう、本当いろんな環境の整ったいい通りだと思いますね。本当ですね、はい、やっぱり遠くから来られた方もいろんな楽しみ方ができる、はい、そんな通りなんですけれども、どうでしょうか、この2020年、なかなかその観光客の方が、来られなくなったというところで、いろいろこう変化があったんではないですか。やはりね、
テナントで入ってらっしゃったお店が、何軒かやっぱりこう、もう閉められたとか、はい、そういったことはもうありますし、やはり残念ですけども、本当あの、こちら来ていただいて、定例会なんかにもねよく参加し、積極的に参加していただいていたそういうカフェの方、あ、そこももうちょっと今11月いっぱいでいつも閉めるということをしてました、はい、こうちょっと縁側のようなスペースを作られて、うん、コーヒーや、それからホットドッグなどを提供するという、まあ、あの東京から来られたという感じのお店でしたよね、この町の縁側っていう感じでいいなっていうふうに拝見したんですが、ちょっとねあのこう開放的な感じがあってね、はい、こう自転車乗ってきて、あそこでコーヒー飲んでらっしゃるおじさん見ましたけども、やっぱり結構気に入ってあの愛用しておられた方もおられましたが、ね、なかなか難しいということですね、はい、こう新しくオープンされたお店ってありますか、この1年の中で。あ、三条通り、はい、まあ、あの文化博物館の向かいに、はい、あ、それこそあの居酒屋さんがあったんですけども、1階に、はい、そこが、閉店されて、今、今月新たにそこがあの、ラーメン屋さんに、ラーメン屋さんに、はい、ちょっとおしゃれな感じのラーメン屋さんになってます。そうですか、はい、ラーメンは人気ですよね。ラーメンとかつけ麺のお店になってますね、はい、そうですか、そこが出店されましたね。あ、はい、そうですか、はい、ドラッグストアもそういえば、そうですね、閉店しましたよね。ドラッグストアのところは、まあ、あそこは、まあ、あの裏の大きな呉服屋さんがあの土地は持ちなんですけども、はい、あのそうですね、そこももうあの今さら地にするという形で、そうですか、本社の方もあの新しくされたんで、はい、旧本社の方は、一緒に潰して、今さら地になる、なるんじゃないですかね。そうですか、はいはい、やっぱりそういうこのクローズされたお店、それからさら地になったスペースなどもこの三条通りを構成する一員ということ で、そうですね、これからまたいろいろ、おそらくそこも、はい、あの何なんかが立つということはもちろんおそらくいずれはね、はい、立つでしょうし、そうです ね、 ですね、また何かいいものが三条らしいにあったようなものが で、ね、できればいいなと思ってます。そういう時はやはり地域景観づくり協議会 の、ね、はい、まあ、その活動として、はい、事前にこういうものを立てるっていう、そ う、 そ、 う、そういったところであの、まあ、お話し合いをするということで、はい、こちらの意見もちょっと聞いていただけるというところ、はい、そうですね、はい、やっぱりこれ大切ですよね。そういう意味で言うと本当この制度はあの、はい、ね、知らないうちにボーンと立ってしまうんじゃなくて、 あらかじめあの先方さんとお話ができて協議できるっていうところがやっぱりメリットですよね、はいはい、そうですよね、はいはい、さあ、そしてここ何年来、うん、この電線地中化、うん、無電中化、はい、ということがこう、はい、いろんな議題に上り、それから研究会があったり、はいはいはい、専門家を招いたりと、はいはい、この進捗状況、コロナ禍の中でどんな感じでなんか進みましたか。ですね、あの現在あの、まあ、皆様もご存知かと思うんですけども、電線地中化無電柱化をしようと思うと、はい、市場通りですとかにあるようなあの茶色い大きな箱があるんですけどね、トランスミッター、はいはい、あの箱を変圧器、はい、そういったものを、収納している箱なんですけども、まあ、そういったものを、まあ、大雑把に言うとこの三条通り町づくり協議会の範囲で言いますと、寺町新町の間に、おむね35個ほど置かなきゃいけないということなんです。それ多くないですか。まあ、多いんですけどね。いや、7町内あるので35個各町内7町内ですから、はい、ということは 5台ずつ5基ずつぐらい、まあ、あの20メートルに1個ぐらいっていう感じですか。まあ、そうです、まあ、2つ一緒にあってまた離れてっていうことも可能なんでしょうけど、まあ、それの詳しい技術的なことは、まあ、関電さんとかとご相談していかなきゃいけないんですけど、まあ、とりあえず今その地上機器を置けるような場所っていうのを順番にまあ当たっていってるのをずっとまあ続けてやっていってるような状況でして、そうですか、現在まあ半数ぐらいに関しては、まあ、OK を OK と言いますか、あ、まあ、あの、はい、考えていただいてる、ね、あ、そうですか、はい、あのちなみにその市場通りにあるそのトランスミッター変圧器、うんうん、
結構大きいですよね。大きいですね。あのサイズが35個ね、その辺がね、もう少しちっちゃいものができればとか思うんですけども、市場通りにそんなに、ハイペースにありましたっけ、変圧器、あるんじゃないですかね。あるんですかね。もう馴染んでしまったんですかね。これはあれですね、電柱がなくなるとはいえ、なかなかその変圧器をどこに置くかというのは悩みどころですね。結局それをね、そのあんまりその道路に三条通り福音が狭いので、はい、道路に置いてしまうことがなかなか難しいかもしれないので、そうなってくるとやはりそういういわゆる民地といいますか、一番いいのはその例えば公共の公園等があればね、そういうところに使用を置けるんですけども、三条通りにはそういう公のところはありませんので、まあ強いて言えば文化博物館さんはそうかもしれませんけども、あそこはあのもう建物自体が別館の方はもう文化財になってますので、建物って言いますか、文化博物館としてもう完結しているという場所、というかその博物館が別館ありますよね、はい、あの前にもウッドデッキってあるんですけども、 ありますね、あそこの下は石畳になってるんですけども、はい、そこは建物と一緒にで文化財なんで、ららららそこをいじることはできないんですよね。そうですか、でそういう意味でいくと、あの三条通りっていうのはそういう、触れないスペースっていうのがたくさん、はい、ですから、そのあの民間 の、 あの企業さんですとか、はい、そういったところあるマンションさんですとか、比較的こう間口の広いようなところで、まあ、置いていただけ、ここになるっていう感じの、置けそうなところ、はい、そういったところに、まあ、今、まあ、順番に、まあ、ずっと続けてやってるんですけども、はい、あの願いに行ってあの説明させていただいてるっていう状況は今まで続けてます。続いているということですね、はいはい。そうするとそのこれを実現させるための課題っていうのは、うん、そのトランスミッターを設置する場所を確定することが、うん、あの進捗させる一番のポイントっていうことですか。まあそれもそうなんですけどもね、はい、まあ後でこういう、後でお話しすることになるかな、はい、あのやっぱりそのそれだけを考えててもなかなか物事進まないので、 それはそうです、はい、その誕生通りのこの道作りっていうか、道をどういうふうにしていきたい、していくのかっていうことを、まあ、皆さんで考えていって、その中であのそういったまだトランス機地上機器の置くことも問題の一つとしてあるということですね。考えていきたいと思ってるんですけどもね。はい、わかりました、うん、さあ、この後はその、道づくり、まちづくりを考えるというその活動についてお話を伺います、はいはいはい。はい、2020年はこのコロナ禍という状況でしたけれども、うんうん、あの今日の三条まちづくり協議会としては結構活発に活動されたんじゃないかなってお見受けしたんですが、それもね、そのなかなかその要するに2月、3月、4月、5月なかなかそういう活動もできなくて、はい、実際その、まあ、先ほどちょっと話しましたけども、あの文化博物館さんとは京都歴史文化施設クラスター実行委員会っていうあの実行委員会を作ってましてね、はい、私たちもその中のメンバーの一人なんですけども、まあ、そういった活動をする会議すらあのできないんですよね。ああの集まれないので、集まって話をすること自体ができない時があって、できなかったですね。でまあちょっとあのズームでやったりもしますけども、でもなかなかそうやって難しいですよね、はい、思ったことなかなか僕らそのやっぱこうお会いしてこう話 しないと、まあ、その方が、うん、結局時間は短時間で済むし、そうですよね、あの近いもの同士、近い距離が近いの で、 そうなんですよ、わざわざズームでしなくていいだろうという、いいと思うんですよね。なかなかやっぱあそこもその、負の関連のあれなんで、そのやっぱ負がこういう風に しましょうっていうそういう あれができれば、なかなかそういった活動ができないですね。京都府の方の指針で集ま、何人以上の会合は
やめましょうっていうしないとか、そうなればなかなかそういったことできないですよね。それはそうかもしれませんね。まあ、結局そういったことがあって、はい、どん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 このスタートがこうずれ込んでずれ後ろになっちゃったんで、はい、予定よりも、だからもう今なんかいろんなことを詰め込んでやってるような状況なんで、かなり忙しく感じ、はい、それとまあ、今まで通常ですと行えていたその事業として、例えばそのいつも7月24日の祇園祭りの後祭りの時に、要するにそのおみこし祭りって言って、おみこしを3基のおみこしをこう文化博物館の前なり地蔵さんの前でお迎えするっていう大きなイベントが、協議会としては一番大きな、まあ、イベントがあったんです。そうですね、こう年ごとに烏丸通りを挟んで西になるか東になるかっていう、はい、はい、これ地域の皆さんに本当に定着してきたっていう。そうなんですよ。でそれも、まあ、もちろん今年はそのおみこしの渡御自体がなくなりましたんで、そういったことはもちろんできなくなって、はい、で結局そういったところにも文化博物館さんとも一緒にやってたもんですから。そうですね、はい、でまあその分、まあ、こういった道づくりの方のに対してちょっと、まあ、力を入れていこうということで、私たちは活動を今ずっと続けて力を入れて考えているというところですね。はい、まあ、その道づくりというのは、その無礼中華後の三条通りをどんな通りにしたらいいのかということをみんなで考えるという、そうです、そういう構想。はい、もちろんその道路ですとか街灯の、その街灯柱ってもちろんその電柱がなくなっても街灯はつけなきゃいけないんで、そうなってくると街路灯というんですかね、そういったことのハード面のデザインももちろん、ありますけれども、はい、それだけではなくて道をどういうふうにして利用していけるのかとか、そういった考えるポイントが、そうなんですよ、街路と それから舗装、うん、それはまあハードの面ですよね、はい、でそれだけではなくて、今私たちがいろいろ勉強、もちろんそれもあるんですけども、その道路をどのようにして活用していけるかっていうところ、はい、まあ、使い方ですよね。そうなんですよ、そういうこう主に3つのソフト面、うん、ハード面という、うん、はい、まあ、そんな感じですか、ポイントがあるという、そうですよね、いうことでしょうか。はい、はい、でそういうポイントを押さえつつ、はい、いろんなこのシンポジウムやワークショップや、はい、そうですね、この、2020年は展開されたんですが、はい、ですね、まあ、町住んでらっしゃる住民の方のみならず、はい、いろんな専門家、若者も、その構想に加わって、そうなんです、夏以降活動したお話をちょっと、はい、報告がてらしていただくといいかなと思うんですが、はいはい、ありました、何をされたんですか。ね、そのまあ、私たちその協議会のメンバーだけで物事をやっぱ考えててもなかなかいろんなアイデア出てこないので、要するに30歳以下の学生さん、あるいはその若い社会人の方に、はい、入っていただいて、こう R30、 そうです、はい、デザインワークショップっていうのを、まあ、開催しました。でこれに関しては8月から4日間ほど、それぞれ町カフェという形で、その講師の方、東京からですとか大阪からですとか、はいはい、それから兄弟の先生ですとか、はい、そういった方、まあ、専門家、町づくりを構想する専門家、ね、招きして、はい、例えば海外のそういう事例ですとか、はい、道をこうやって活用してますよとか、そういった事例ですとか、まあ、あとはその 街路灯のデザイン、そういう専門、そういったこう専門にされているところの方の話を聞いたり、そういったことを学生たちがに聞いてもらって、まあ、学生というかも30の方に聞いてもらって、はい、でその後彼らはその4つのグループに分かれて、はい、でそれぞれがこういろんな意見を出し合って、それを最後、まあ、この間発表会という形で、11月の28日でしたっけ、はい、京都文化博物館さんの、はい、旅館の方を借りして、はい、シンポジウム、発表会と結果の発表会があった、はい、ということですね。そうですね、はい、その8月 も、 もう本当に最初だったと思うんですけども、
伺ったんですが、ありがとうございます。本当にそのスタート時点では、うん、学生は本当にゼロから一からという感じである三条の方は、うん、はい、全く三条通りのことを多分ご存じないだろうなという感じのからスタートしたんですよね。ですからその、 各 ABCD っていうそのチームの中には、はい、まあ、それをコーディネートする係の方と、それから実際の私たちが住んでらっしゃる地域住民が、はい、2人ずつほど入って、で、まあ、そういったお話をしたりとか、はい、そういった形で立場の違うその R30 の学生、若者、はいはい、それから専門家、はい、そして地域の住民の方と、はい、そうですね、こう普段はあまり一緒にならないような方が、うんうん、こう、いろいろ話し合ったコミュニケーションを取ったということですね。でこの前の土曜日に、うん、成果発表があった、はい、ということですが、はいはい、これは非常に意味をお感じになったと思うんですが、うん、どうでしょうか、その計画からすると、うんうん、こんなことを感じたとか思ったとか、うんうん、いろいろあるかなって思うんですが、うん、学生にとっては本当に新鮮な興味というか、みんな、うん、ちゃんとやってくれるなっていう感じですよね。いや、もうすごいですよ。私の入ってたチームなんか、はい、まあ、いわゆる今の LINE でグループをね、はい、作って、彼らを作ってって、で僕らもちょっとなんかね、質問等があったらそれに答えてという感じで、はい、LINE の仲間に入れて、グループに入れてもらったんですけど、はい、もうね、毎晩というか、もう朝早うまで LINE がピコ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 なるんですよね。だからその間ちょっと見るとやり取りをしてるわけですよ、うん、本当なんかも熱心に一生懸命やっていただいてるなっていうのが本当も思いですね。あ、そうですか。ちなみにその4チーム、うん、大体おのおのどんな感じの成果があったんでしょうか。どうなんですかね、この前の、はい、まあその成果っていうのはあれですけど、まあ、はい、チーム A チームはまあその無用のようっていうのをタイトルにされて、 B チームはシームレスって、なんかまあ境目のないっていうんですかね、はい、で C チームはそのちょっと人と人とのつながりっていう感じで、つながり班っていうのがあったり、それからもう一個の D チームはその交差点を、まあ、辻っていう名前で、これ面白かったですね、辻の間ということで、交差点をどういうふうに利用していこうとか、なんかそういった話で、なんかまあ非常になんかこう、それぞれが特徴があって、はい、いいなという気がいたしました ね、うんうん、ね、やっぱりそういう若い方の意見、はい、まあ、通りが新しくなった時にこんなことができたらいいなとい う、ね、うん、こうリアルな構想っていうのもいっぱいあったかなっていうふうに思うんですが、はい、そうですよね、この辻の間というその辻を、うん、に注目したというチームは非常に評価が高かったように思ったんですが、あ、そうですかね、まあ、結局その最後の表彰式っていうのもあったんですけど、はい、その順位っていうのはやっぱりねつけられないんで、結局つけなかったんですか。順位ということはつけるよかったですね、はい、それはこのアイディアに順位はないですね、ないですね、はい、うん、そうですか、ね、はい、いろいろそのポイントの中で、うん、舗装というのは、うん、これは何をどういうふうな、どうするという構想なんですか。いや、まだ何もそういうのは決まってはないです、はい、変えないとダメなんですか。変えないとダメっていうか、ちょうど昨日の定例会かな、はい、ちょっと中央復権コンサルタンツっていうところの方に、はい、まあ、日本の事例というか、そういう海外の事例とかちょっと、はい、ちょっとまあ、見せていただいて、まあ、今後やっぱりそういった道路のその舗装に関してもやっぱり変えていかないといけないと思うんで、やっぱりその、地上機器を置くだけじゃなくて、その私たちが思うのはね、その、はい、さっきも言いました街灯の街路灯も必要になってきますし、街路灯は非常に重要ですよね。それのデザインも含めて、うん、道の舗装ももう一度とやり直すんですから、あ、やり直すんですか。多分そうなってくると思いますね、それは、はいはい、そうなってくるとそのことも考えて、どういった道にしていくのか、
それはそのもちろんその見た目のこともあるんですけども、将来的にどういう使い方をしたいっていうことがあったりとか、例えばその今は道路っていうとなんか車のための道みたいなイメージですけども、はい、そうじゃないと思うんですよね、やっぱりここはあの歩く人とか、はい、そういった人たちのためのがメインになる道にしていきたいんです。そうですね、うん、あと住んでる人が何かそこで、うん、楽しんだりできるようなコミュニケーションを取れるような、住んでる方もそうですし、はい、遊びに来られた方も何かこうね楽しめるような、はい、そういうふうな道にしていきたい。あ、まあ、もちろんその車との共存っていうのは必要になってくるでしょうし、はい、あのまあ、車もまあ走りますけども遠慮して走っても走らなくてもいいかなっていう気もしますね。まあまあそこら辺はね、あのやっぱり、はい、商業地でありますから、まあありますからね、やっぱり車も必要な方もありますよ ね、 そ、 すよね、まあ、そこは共存は必要になると思うんですけども、はい、まあ、遠慮して走ってもらえるようなそういうふうなことを、導き出せるような舗装っていうのもやっぱちょっと昨日話聞いてて、そんな、そうですか、その専門家の、講演の時にやっぱりそういう外国の事例って、うん、元の道そしてこの舗装し直したり、うん、そうですね、いろんな何かを変えた、うん、まるで違いますよね。違いますよね、はい、うん、まあ、そうすると三条通りも そこのグリーンを置くのか、うん、舗装をどんなふうにするのか、うん、歩道部分とその車道部分の境目がどうなのかとか、うん、いろんなことが関係してくる、ね、ということですね。 それと観光客の方、もちろん住んでる方にとっても、うん、はい、その街路灯って結構重要です ね、 イメージ作りで、ね、はい、これどんな意見があるんですか。いや、まあ、まだこれから今の、ね、はい、街灯はかなり私も好きな感じなんですけども、いいそうですね、まあ、それも、まあ、これからです、これから話なんですけどね、決めていかなきゃいけないんですけども、で11月の14日に、みんなで一回夜間景観を見に行ってみようっていうことで、はい、今電線地中化している地域っていうのは結構ありましてね、清水五条の駅に集合して、でみんなでまず松原通りをずっと行って、清水さんのお寺の方まで行って、はい、それからまた戻ってきて今度は、宮川町ですとか、それからあとポント町のところに、はい、三年坂に根田平のところ通って、はいはいはい、そういうところをずっとみんなでこう夜見て回って、それで最後ポント町のあのところまで来たんですけどね、そういうのをちょっと見学するようなこともやってみたりとか。あ、そうですか、やっぱりそういう違うんですよね、はい、場所場所によって、ああそうか、やっぱこういったところを工夫してはんやなとかね。なるほど、やっぱ三条も三条なりにやっぱり、はい、合うものをこれから考えていかなきゃなっていうところなんですけどね、はい、まあ、地域の皆さんと共に考えるということですね、うん、そうそうそう、そうなんですよ。あ、もう、残り1分となりましたが、うんうん、12月19日にワークショップ、はい、あ、そうですね、これ、はい、そうですね、今までその学生さんたちが考えてくれたものをもとに、はい、今度は私たち三条の住民がそれをどういうふうにしていこうかっていうことを話し合うような会をこれから何回かやっていこうと思ってます。 そうですか、その1回目がこ の、はい、12月19日土曜日、これ一般の方も参加できるんですか。一応参加はできるんですけども、申し込み、申し込みしてやっぱりこんな時期なので、はい、事前の申し込みが必要ですので、人数の把握が必要だ、はい、ということですね、はいはい、皆さんの意見も反映される可能性がありますので、はいはい、ぜひ参加してください。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は足立病院ローバー都市建築事務所文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。西村雄一さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。 Thank you.